はい、ジュンジーです。ではアイワナシーザームーン続きをやっていきましょう。このギャラクシーステージ再開していこうか。そしてあれ、あ、今回ちょっと違うんだ。このマークが出てるうちはあーで、これをチェンジしていく感じか。なるほどね、そういうことか。そしたらこれで行った方がいいか。まあここら辺で撃つってのも一つ手ですけども、でここは撃って上がる。うん、なんとなく仕組みは分かっている。あ、え？やっぱり罠付き？なるほどね、罠が仕込まれてるわけか。いいでしょう、そう来なくっちゃということで。ここはだからジャンプ打って2段ジャンプか。こういうことね。よしよしよし。そしてなんかありそうだけど、とりあえずこっち行かなきゃダメか。うーん、そこなんか出そう？下も気になるけど、とりあえずこっち。またある、うくっそ。青あるじゃん。え、あ、もともとあったんだ。うわ、気づけなかった。ちょっと同化してますね。なるほど、同化スタイルね。あ、その下の足場もすごく気になるんですよね。この下の足場ちょっと行ってみようかしら。よ、何もないか。ならば、あ何もないことはない。罠がありました。とするとですよ、ここあの赤の次は緑なんですよ。なんでこのニコニコちゃんを2回打たなきゃいけないのか。そういうことですね。なんで上がり際に1回、もう1回、よしよし。でも危なかったね、今危なかったよ。次赤なので、うわ、またダブルショットか。打って、待って、こことりあえず打っていいか。あ、よかった、罠が仕掛けられてた。同じことやったら今青飛んできてましたもんね。よしよし、これ回避できたぞ。これはいい。で次はよし、あっぶねえな。これここなんかありそう、なんかありそう。え、なんかあるでしょう。これどこで打つ、ここで打つか、ここで打つか、ここら辺で打つか。よしよし、何もなかったのね。じゃあまあいいでしょう。そして下降り、え、ここなんだ。まあそのまま行っても良さそうか。これショットせずに、それかこの 0.5 でうまくポジション取って打つ、まあ、それもありか。ここ当たるかな、ここ大丈夫、これ大丈夫ね。いきます、これでいくか。大丈夫だよね。うん、よしよし。で緑で、まあ2段ジャンプで、そうね、2連張り超えていってもよかったと思いますけど。おーし、来た来た来た。あ、でこっち行くんだ、なるほどね。おお、セーブセーブセーブ。そしたらこれ洞窟のところにあったあのアンノンギミックですよね。なるほど。でここが開くと、ちょっとまたバレット弾がファイヤーショットになってますけど、それはまああんま関係ないということでしょうか。で What do you want to see? なのでムーン、月ですから、月、これマップ広いぞ。うわーこれはちょっと読みましょうか。こまめに習得した文字はセーブしよう。あ、セーブはそうか、聞くのか。なるほどね。であればムーンなんで、あ、セーブある、優しい。T キー、これで確か見れる。まずはムーンムーンムーンなので M か。 M どこにあるのかしら。 あるね。そこに M あるよね。 M1 個だけ。ここに O が2つ、で右側にじゃあ N があるということ。あ、なるほどね、わかりました。じゃあ左マップからまず行きましょうか。そうしましょう。そしてセーブ、まあ、今回これ見渡してみると、連続撮りというよりは一つ一つのマップを攻略していくといったそんな感じに見えますね。うん、なので、あー、そこちょっとこれ当たんないと、当たらない、ここで当たってくな。よしよしよし、 OK、 なんか起きそう、大丈夫、行きましょうか、進んでいこう、冒険だ。最後に青いリンゴちゃんギミックっていうか扉があるんで、全部破壊しないといけないですね、まずは。うん、だから隠れているであろう、こういうとこないよね、隠れているであろうブルーリンゴちゃん、これも探して、あるね、打たなきゃいけない。こいつはブワットか、ブワットプラス高速。どう落としていくかか。この雷マークの針は何だろう。
まあ、とりあえずここら辺打つ。どうしようかな、適当にやっていこうか。まずはひらめきを待つ。あ、全部落とす。どうしよう。あ、これさ、こっちでまずはそこを落とそうか。こうして、あとはこっちについて、待ってね、これで全部処理ってく。これでいいんじゃない。あー、全部落とすと開くってことね。わかりました、一発で。ここはこれ落とす。あ、で以上。これ下降りてだ、大丈夫。あ、大丈夫ね、大丈夫ね。お、意外と後半簡単じゃないの。優しいじゃないの。 OKOKOK。 そしたらセーブと。そしたらムーンですから、次は O2 つか。真ん中マップ行くけど、左から入っていく。あ、またさっきのがあったからさ、やっぱり撃っちゃいますよね。そこに仕掛けられた、添えられた前菜という。ああ、どっちにしろ出てくるのか。あ、2回撃てってことか。なるほどね。こうって、ああ、それがまたむずいね、タイミング。よっ、あ、くそ、全然当たんない、当たんないよ。早め、よし。これニコニコちゃんマークじゃないんで、連射してもありか。それか壁に張り付いて引っ込むタイミング。うーん、上がり際に打てればいいんだけど、それがちょっと難しいか、これ。あ、よしよし。あ、しまった、打ちすぎた。となるとこうなんのか。なるほど、いやはや難しいじゃないのこれ。よ、よし、 OK、 タイミングは分かってきた。でここね、頭打ちしたらアウトだから、そこちょっと注意していかないと。あ、危ない、ギリギリに立って OK、 リバース。同じく、同じく頭打ち。ダメよこれ、頭打ち。あー、でも怖いな、頭打ちが怖い。ほっ、よし、いった。まだ上に上がっちゃ、あ、一回セーブしてもいいけど、まあ、あんまりここは一回一気にいっちゃうか。そしてほっ、いって、そんでもって罠ありそうね、これ。ここどこで打つ、ここで打つか。うん、でもってトゥルでいく。何事もなければ、何事もなければ、その下の右の壁、いや、さすがにないよね。いや、ないよね、これ。行ってみる。あ、しまった、そもそも行けない。再びやってきました。ちょっと気になるんで行きましょうか。ほっ、あ、なんもないよね。まあ、そうだよね、まあ、あってもネタ要素かなとは思ってましたが、まあ、でもね、いろんな合い罠をやってるからか、まあ、ああいうね、配置を見てしまうと、どうしても間に入りたくなってしまう、まあ、そういう本能的なものがね、働いてしまうわけよ。ほっ、よしよし、ここは大丈夫でしょ。罠ない？大丈夫？大丈夫かしら？大丈夫そうね。 OK、 この隙間気になるけど、なんだろう、まあ、ちょっとオブジェ的なものかしら。じゃ一回ちょっとセーブしに行きましょうか。セーブ大事よ。右のマップセーブなかったですもんね。 OK、 そしたら一番右のマップ進んでいこうか。まあ、この真下気になるけど、まあ、何もないでしょう。よいしょ。トゥルトゥルギミック、足場がトゥルトゥルする。まあ、そういうね、ちょっとした難しさがあると、罠とかは意外とシンプルだったり、でもむずいな、これするかなと思ったけど、そうでもなさそう。あ、くそ、これ左側でセーブを取るよりも、ここでこんな感じで、セーブを取った方が、まあ、リスタートした時のね、時間の短縮になるのでいいんじゃないかなと思うぜ。さあ、ここがよっ。待って、でもこれ難しいよね。打って2段目でくぐってけですよね。そこ結構難しいんでないのこれ。よっ、そうだよね、そうなっちゃうから、ちっちゃいジャンプでうまく回避していかなきゃいけないとは思うんだけど。お、あ、来た来た来た、よしよしよし、これだこれだ。うわ、そんな感じで続いていくの？これ左側開いたりしない？ダメ？あ、ダメか。じゃあやっぱり打ってか。過酷だけども楽しんでいこうか。よし、これだ。そこを打って、だから、こういう風。よしよしよし。いけました。ここは何もない？うわー。ジャンピングでうまく回避していく。ジャンプ。前ボタン押さない。なるべく。ここで。待ってね。なんで？そういうことか。
タイミングタイミング、ほ、危ない、早めに早めに着地して2段、早めに着地して2段、早めに着地して2段ジャンプ、よし、 OK、 引っ込んだ、いける、いけるぞ、取れた、取れたよ。そしてまだ帰り道あるから、帰り道があるよ。さあここ、いやだけど回避策はないか、打って、え、待て、これ戻ってこれないよね、打って、あ、いけるいける、え、だけどさ、これこれで行くの、これいける、行ってみようか、いける、ナイス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 、よくやった私、よくやった、危なかった。いや最後ヒヤッとしました、あそこミスってたら結構時間かかったんじゃないかなと思われる。あれ、ネタ要素あるね、いいね。よ、あなたは何が見たいですか。ああ役か、そういうことか、そういうことですか、ぽいね。うん、まあ一応なかなかこういうところあんま調べないとは思うんですけど、一応ちょっと仕込まれていましたね。はい、では行ってみようかな。おっと、まだまだ続くのかい。そうしたらどうしよう、また 1,2 マップぐらい進みたいと思います。もう 1,2 マップね、行こうか。上の空間も気になるけど、お、うわー、セーブない上に水中ギミックかこれ。あ、下まで、あ、そっかそっか、水を、水位を上げて、まあ、とりあえず見たままで進んでいこうか。水位を、うわー、また一マス、よし、水位を上げてくけど、これ早めに行かないといけないとかある、でもなさそう。あれ、あ、そうか、早めに行かないといけないんだ、上がっちゃうと通れなくなりますもんね。そういうことか、早めに行けということですね。じゃあ次のセーブ区間まで行ったら、今回終了したいと思います。よし、ここで通っちゃう、まあ、よく考えられてますね。そしてあと何事もなければそんなに、うわー、うわー、しまった、うわ、ボタン、くっそ、うまくボタンが押せてませんでした。ミスだね、ボンミスしてしまった。さて行くよ、ここだけど、ほ、よし、来た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 、連打連打で上がっていく、よし、 OK、 待て、これも、あ、あ、これもそうだ、早く上の台まで乗んないと戻れなくなっちゃうのか。さすがに次のマップにはセーブありますよね。これでもしなかったら精神が破滅へと向かうぞ。これ、よし、連打していくよ、いくよ、ほっ、よ、よし、来た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 、待て、え、待って、これ2段ジャンプ復活しないの、この水、嘘でしょ、マジか。そしたらこれ相当早く行かないとダメじゃないですか。よし、来た、 OK、 もうかなりノンストップですねこれ。そして、これ待って、これいける、一回間でトゥルジャンで避ける必要ある、待ってね、トゥルトゥル、あ、いけるねこれ、そのままストレートに行けますこれ、トゥルトゥル、よしよし、 OK、で、 あったじゃないのセーブ、 OK、ちょっと待ってね、あー、そういうギミックね、わかりました。ここは、そこは何もないのかしらを調べさせてくれ。よし、何もなしね。じゃあ次回はここから、攻略を再開していきましょう。まあ、見たところ罠がなければ覚えちゃえば系だと思うんで、まあ、ゆっくりじっくりと、うん、進めていきましょうか。そうしましょうですね。はい、では皆さん、ご視聴どうもありがとうございました。